エルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、前乗っていたブレーザーにつけてましたレーダー探知機とドライブレコーダーをムーブに取り付けていこうかと思います。ちょっと汚れてるんですけど、こちらセルスターのレーダー探知機を使ってたんですね。もうちょっと型も古くはなってきてるんですけど、これにコードを挿してそのままドライブレコーダーの方にこうつながってたんですね。ブレーザーの時は、電源がシガーから取ってました。今回はですね、こっち OBD2 から電源を取ってみたいと思います。ブレーザーの時がちょっとこれができなかったんで、さあどうなりますかね。ちょっとやってみましょう。はい、そしたら OBD2 があったあった、これですね。わかるかな。はい、こっちにさっきのこれですねをつなげて、でこれをレーダー探知機につなげていきます。とりあえず形で線を回していきたいと思います。いやー、これを買った時にですね、本当はこれもついてたんですよ。そしたらブレーザーに使えなかったんで、なんだ使えんじゃんと思って、しばらくはそのまま家に置いてたんですけど、ちょっと片付けた時に多分俺捨ててますこれこれ結構いい値段しましたよ。中古で買いましたけど、捨てんならよかったってつくづく思いました。なんかちょっと緩い感じもしたけど、電源入りましたね。 OBD2 の設定ですねをしていきたいと思います。メインメニューで、OBD2 の設定、ダイハツ、これでレーダーのいろんな表示があるんですけど、これかな、多分表示が出ると思うんですけど、あ、エンジンかけてなかったわ。救護車は危険です。あ、表示出ましたね。回転数とか、出てますね。で次は設置場所なんですけど、このムーブって、センターに要はいろんなメーターとかがあるので、ハンドルの正面が何もないんですよ。なのでイメージとしてはここみたいな感じ、もしくは大体のイメージのあるようなところかな。こういうところ、急加速は危険です。どうしようかな。個人的にはやっぱここが無難かなとは思うんですけど、じゃあ配線を片付けていきたいと思います。さあレーダーは今まだちょっと完全じゃないけど、配線は取り付けました。こんな感じで置いて、この後ろ、まあ、ちょうどここ空間があるんで通して、今こっちからずっと行って、まあ、こんな感じで固定したんですよ。そしたらドライブレコーダーの方にレーダーの方から線を回すんですけど、見てこれ線、
どっかで噛んでたみたいで、ちょっとちぎれそうというか危ないです。ですのでちょっとここを補修して、ドライブレコーダーをつけていきたいと思うんですけど、そのちょっと道具を近所のお店に買いに行こうと思います。あー残念残念、ドライブレコーダー側のそのケーブル今ちょっと動くかなと思ったんですけど、結局電源が入らないんで Amazon にちょっと注文したんで、今回はもうレーダー探知機を OBD2 から撮りましたっていう動画になります。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。